皆さん、こんにちは。飯山あかりです。あかりチャンネルです。お元気ですか？聞こえてますか？今、こうあよし、ミッシーさん、今聞こえるってのは絶対これフライングでしょ。聞こえてないのに聞こえてるって言ったでしょ。いやー、あれもおはようございますとか言うけど。本当に聞こえた人ね。はい、聞こえたって言ってね。はい。誰？おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。皆さん、おはようございます。お元気でしょうか？今日は、雨降らなそうですね。昨日はもうね、昨日はもう、もう粒濡れで、もう夜なんかもう風がビュービュー吹いて、私、凱旋者の上からね、吹き飛ばされるんじゃないかと思いましては、大変なね、ことになっててね。はいはい。あれ、本当に聞こえてる？あ、聞こえてる？あ、そう。赤いちごさん聞こえてます。あ、ありがとうございます。さすがにもう聞こえてるでしょ。はい。皆さん、私ね、まあ、あんまりよく寝れないんですよ。でね、目覚ましかけてんだけど、目覚ましをかけるね、もうずいぶん前に目が覚めちゃうわけ。夜も寝つけないし。だからやっぱりこう、頭の中でこういろんなことをこう反芻したり、あとほら、暴言でね、私の、ことね、耳元でね、私に近づいてきてね、暴言。あと、卑猥な言葉、こういうのを投げかけて、ぶつけてきてね、私のことを妨害するね、某やからがおりましたよね。でっかい音でね、拡声器で耳元で近づけてっていうね。あれ以来ね、ちょっとね、なんちゅうか、頭の中こう、めまいがしてるっていうか、こう音がこう、反芻してて、よく寝れないでしょ、はっきり言って。で、夜も寝つきないし、朝もね、すぐ起きちゃうし。で、だからね、今ご飯をババッと食べてきて、それご飯食べてたら、もう隣の人がむっちゃ見てくるわけ、隣のご夫婦がね、むっちゃ見てきて、で、私、音楽をね、自分の好きなのは多分朝ごはんとかだとガー聞いてるわけですよ。こう、ノイズキャンセリングのイヤホンでね、ガー聞きながら、まあ、せめて好きな歌でも聞いて気分上げていこうぜと思って、ご飯食べたらめっちゃ向こうの人が聞いてきて、ね、なんか喋りかけてくるわけ。で、私は、もうね、なんか喋りかけてるから、何でしょうかってこうイヤホン外して聞いたら、破線。頑張ってくださいというふうにご夫婦おっしゃって、もう妄想がありがとうございますみたいな。なので私の隣にさっきご飯食べたご夫婦ね、私がね、何を食べてたかとかね、みんなにね、広めちゃダメですよ。ああ、いい山あかりちゃんちゃんね、我々の隣で朝ごはん食っておったと。で、その時にね、サワラをね、3切れも食べてたとかね、言っちゃダメですよ。あ、私自分で言ってしまいました。サワラね。でも、3切れたって皆さん、これが小さいやつだから、小さいやつ。小さいやつね、サワラ3つぐらい食べてもいいでしょ。はい、それぐらい。サワラ3つ食べちゃいけないっていうルールないからね、別にサワラぐらい食べてもいいんじゃないかと思うけど、はいはいはい。だからね、そんな感じで、朝スタートして、はい、で、まあ、ちょっと時間あるんでね、出かける前、もうちょっとしたら出かけますけど、もうちょっと出かける前に、皆さんにね、昨日何があったか、一応報告しておこうと。で、昨日ね、私、昨日も朝の8時か夜の8時、もうフルみっちり、全部ですよ。はい、一体何十回私、凱旋したんだか、っていう、話です。はい。でも何十回ですよ。はい。十何回とかそんなやわなもんじゃないですよ、皆さん。何十回ですよ。何十回もやってます。その度に。ですからね、江東区の皆さんは、で私も攻撃された方は、私何やってるかね、ご存知だと思います。これね、全部ゲリラだから、まあ、本当に私が何やってるのを知ってるのは、まあ、ごくわずかの人たちですね。はい、運転手さんは交代するし、梅原さんもね、いるときといないときがある。ああ、まあまあ、いろいろですね。ああ、まあ、私だけが知っていると。私がやってることは私だけが知っているという感じでございます。他の人もね。有本さんは基本的には凱旋は来ないし、百田先生は、まあ、午前中は基本的にいない。いないしさ、朝から晩までずっとやってるのは私だけでございます。ああ、で、まあまあまあ、そんな感じで。まあ、だってね、しょうがないでしょ、私ですから。で、それでね、昨日ね、朝8時にね、私は亀戸の北口っていうところに、行ったんですけれども、そしたらね、我々より先に、乙武陣営がね、すでにマイクを使った凱旋を始めていたので、皆さんでも乙武陣営って言ってもね、我々はチーム乙武ですとか言ってて、国民民主党のなんとかとかいうね、議員と、名前は忘れちゃいました。あとね、これ女、黄色いジャケット着た。黄色が色なんでしょ？国民民主党なんとかっていう女とね、都民ファーストの、なんとかっていう議員、なんかちょっとわかんない、名前わかんないんだけど、そういうのがね、たくさんいるんだけど、乙武さん本人はいないのよ。本人はいないんだけど、チーム乙武ですとかいうのが何十人もいるわけ。
で、何十人もいて、その加盟度でね、そのいろんな議員がね、その国民民主党、都民ファーストのいろんな議員がいろいろ出てきて、ずっとね、なんか喋ってると。で、その中で、だからね、私たちね、行ったの遅いから、あ、そうですかって言って、ですから、じゃあマイクをね、音がかぶっちゃ申し訳ないって言って、我々はね、マイクを、そこで やろうとしていた場所ではやらずに、向こうの方でね、はい、音がかぶらないで、向こうの方で、マイクをね、小さい音でやっていたと。で、私は何をしていたかというと、ご挨拶をしてました、ずっと。はい、おはようございます。山狩りです。と、ずっとご挨拶。でね、昨日雨降ってたでしょ。だからね、もう雨もしょうがない、濡れてもしょうがないやつことで、まあ傘さしたり、途中で一旦取ったりしてたんですけれども、なのね、つまりね、人数がね、圧倒的に向こうのがね、圧倒的に何十倍も多いわけ。で、こっちはね、でも本人はいないわけ。本人いないけど、そのチーム音竹とかいうのがね、なんかもう何十人もいると。で、まあちこちでビラ配って、で、大きな声で、その国民民主とか、都民ファーストの議員がギャーギャー言ってて、で、それまで皆さん、言ってる内容が、私はこっちでね、私はただただ、ただただおはようございます、おはようございますって言ってたんだけども、言ってる内容が、マジかよと。例えばこんなこと言ってるわけ。音竹広忠は、誰一人取り残さん政治を行ってまいりますとか言って、今あった誰一人取り残さないっつったよね。いやいやいや、乙武さんってあんた5人の女と次々に不倫して妻と子供を裏切って捨てた、そうどうですよね。誰一人取り残さない、あんたどの面下げで誰一人取り残す、ギャグですかと。私こっちで聞いて、と。で、その場が討論の場だったら、何ぶっこいてんですかというところですが、まあ私ね、その時は今、ご挨拶に徹しようと思って、こっちの耳でね、それ聞きながら、何言ってんのあんた。というふうに思ったんだけど、全国、誰一人取り残さない政治を行ってまいりますとかって言ってるわけ。そうです。ああいうのは簡単だよねって。実際ね、あんたどんな行動して、どんな人生歩んできたんですかって話ですよ。妻と子をね、5人の女と不倫して、ごまただか5人連続だか知らんけど、5人の女と次々に不倫してね、妻と子供を捨てた男がね、何か誰一人取り残す、なんだ誰一人信じないだよって話ですよ。はい。なんありがとう。でさらにこういうこと言ってたわけよ。あとこのおじさんが言ってた。だどっかの議員なんだろうね。これも黄色いの着たから国民民主の人なんだろうね。わかんない、誰かおじさんが言ってた。音竹ひろただただひろ。音竹ただひろ。音だよ。音竹音竹。みんなが知ってる音竹なんとか。みんなが知ってる音竹なんとかとか言ってたわけでしょ。何、誰も知らない飯山あかりに対する当てつけですかと。あの有名な音竹がとかって言ってたんですよ。ほう。有名ね。まあ、それはね、まあ、5人の女、ごまたで不倫したら、そりゃ有名にもなるでしょうよ。日本語中のはね、まあ、いろんなね、有名って言ってもね、いろんな有名がありますからね、有名イコールいいというわけだね。ないっすよ。どういう意味で流せられているのかっちゅうな。あとこういうことも言ってました。音竹は誰よりも弱者の気持ちを分かっております。弱者に寄り添う音竹なんとか。こう言ってました。こう言ってた。なぜならば音竹自身が五体不満足だからこそ誰よりも弱い者の気持ちが分かる。そういった優しい政治を実現させていきましょう。音だけなんとか、音だけなんとかとか言ってたわけ。5体不満足だから誰よりも弱者の気持ちが分かる優しい政治ができる。いや、一体あんた何を売りにしてるんですかって話ですよ。
何なんですか。いや、じゃあ、そうね、5人の5人の女と次々不倫して、妻と交わしてた男が、今度ね、じゃあ国のために何すんのと。女がやってきたね、次々その 女とね、何かをして、そして国を、国家を裏切るんでしょ。そうでしょ、だって。だって自分、あのね、家族っていうのはね、社会のね、最小単位なんですよ。そのね、その社会の最小単位である自分の家族、これを大事にできない人間がね、どうやって国のために働くんですか、あんたふざけるんじゃないですよ、と。弱者の味方。みんな弱いんで、みんな頑張って、あんただけじゃん。あんた何やったんですか、たそういうね、わけのわからない街頭演説をね、ずっとやってたわけ。そうね、国民民主とか、都民ファースト。無所属って言いながら、音だけっていう人は、ね、無所属って言いながらね。で、それギャーギャー言ってると。で、私ね、まあまあまあ、ギャーギャー言ってるから、まあいいだろうと。私はとにかく、ペコペコ頭下げてね、挨拶でもしようと。皆さんにね、飯山あかりというね、人間をね、見てもらおうと思って。で、私ね、何をやったかというと、亀戸はね、亀戸の北口は、人がね、三方向から来るわけ。こっちからと、こっちからと、こっちからって、こっちとこっちは信号があるわけ。で、交互にね、赤になったり青になったりすると。で、こっちは、ね、信号がないから、ずっとね、始終、細い道なんだけど、始終人が来ると。で、私、一人しかいないでしょ。だからね、何をやったかというと、よし、じゃあ一人で、私一人で30人分ぐらい働いたらいいんじゃないかと。30人分ぐらいのご挨拶をね、一人ですればいいんじゃないかと思ったわけです。で、考えたと。三方向あると。これはね、シャトルランだと。皆さん、シャトルラン知ってますか？シャトルランって、シャトルランって、まあ、大体20メートルぐらいのね、こう、幅を取って、時間内に、こっちに行って、ピッてなったらこっちまで行って、ピッてなったらこっちまで行ってって言ってね、それでどんどん時間が短くなるんだけども、それを繰り返すやつです。それはね、時間内に何かできるかって、それシャトルランっていうわけ。だから私ね、よし、走ろうと。つまり、ここの信号が青の時は、ここに行って、ここで信号が青の間、こうやってくる通行人の人におはようございますっていうふうにね、挨拶し続ける。で、ここが赤になったら次、こっち青になるから、こっちや、おはようございますってやると。で、こっちとこっちで、ある程度ね、人がもう通っちゃって、青なんだけど、もう渡ってくる人誰もいないなっていう時は、こっちに行って、こっちを通る人に挨拶すると。シャトルランですよ。だから1時間ずっと走りましたけど、こっち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 って、パッと見て、あそこの人多いっつって、バーッと走ってて、おはようございますって言って、あ、今度あっちだっつって、こっちバーッと走って、おはようございますって言ってね。もうこれはね、多分私が生み出したね、もう新たな選挙戦術、はい、シャトルランですよ。はい。街頭ね、朝の駅立ちをシャトルランでやると。これなかなかね、皆さんにはできないと思いますよ。はい。私も最近ジム行けないんで、走れないんで、やっぱね、こういう時は、ね、ポジティブに、ね、物事を捉えていくことが必要なんですよ。よし、じゃあ、最近ジム行ってないから、シャトルランだと。あ、でもシャトルランしようと。自分の中で決めたら、そしたらね、もうこれはもうゲームですから、もうね、自分の中でやる気が出てくる。しかもそっちでね、音竹なんとか、誰一人取り残さない、優しい政治、皆さんに寄り添うとか、はぁと思いながら、それまたカキンと来るじゃないですか。じゃあ、こっち走ってやろうと。いやいや、本人どこいるんだよって話なんですよね。で、本人はいないと。しかも、表記もなかったの。私、全然見てないんだけども、私のね、挨拶してるとこに、表記ってね、飯山あかりなんか街頭演説、いや、私、街頭演説してないけど、挨拶しただけだけど、表記一応ね、必要なんですよ。音竹さんとか表記あったんすかね？知らないです。本人もいない。表記も見えない。何やってんのか。ただただひたすら、緑のスタッフと黄色のスタッフ、異常に多い。で、私は、そしたらですよ、シャトルランずっとやってたわけよ。そしたらね、シャトルランを妨害する女っていうのが現れた。これも黄色いの来た女ですよ。私がね、こう、バーッと走っていって、おはようございますってやるじゃないですか。そしたらね、前に出てきてね、こうやって私をね、手を挙げて、私をね、こう妨害するわけ。私を見えなくさせるから、手を挙げて。それで、なんかその音だけなんちゃらの、なんか名刺みたいに配り始めるわけ。誰も取んないんだけど。こうやって私がシャトルランに出てくと、その女が前に来て、こう手を振る。で、私、小さいからね、その女がね、私の前に出て、こうやって出てきて手を振ると、私見えなくなっちゃうんですよ。なんだ、これやと。なんだ、これやと。でもね、
で、それずっと続けてたんだけど、そのね、その女はね、あのね、途中でね、妨害をね、やめたんですよ。あ、多分ね、疲れたからだと思う。意外と体力ないの、若そうに見えたんだけど、意外とだる。あとね、他の緑の来たね、おじさんがね、私のことね、ひたすらね、動画撮ってるわけ。何やってんな、わかる、私のファンなのかなと。私がね、シャトルランしてるのね、ずっと動画で撮ってる緑のおじさんとかね。あと私が、そのね、シャトルランでこう場所を決めて、まあだから、通行人の邪魔にならないとか、場所を決めておはようございますってやってるじゃないですか。そうするとね、それまたその前に、ね、出てきて、その太いおじさん、でっかいおじさんがね、私の前にこう立ちはだかるわけ。で、そこでまたね、こう、なんかビラみたいなの配り始めるわけ。誰も撮んないんだけど。で、それでとにかく邪魔するわけ。その緑と、緑のおじさんと黄色のおばさん。それずっと邪魔するわけ。でもね、あのね、邪魔する人はね、機動力ないから、ただ、ただね、立ち塞がって邪魔するだけだから。私もちょろちょろ動き回るから、なんですよ、シャトルランだから、なんだ、邪魔するな、こっち行くべってとか、でーって走ってって、で、また挨拶し始めると、そこまで追ってこられないけど、動けないから、身が重い。あ、私ね、結構ね、体力には全く自信はないんですけれども、まあ、運動はまあ、継続的に子供の頃からずっと運動してきたし、今もね、ずっとしてるんで、身はね、軽いんですよ。でね、運動もまあまあできるんですよ。まあ普通ぐらいのね。そこらのおっさんとはね、バーバーには負けないっすよ。だからそういうね、他よくわかんないね。なんでそれでね、ずっと撮ってるわけ。で、なんかやたらにね、わしのこと撮ってんなと。わしのね、この、シャトルラン街灯、朝行き立ち街灯作戦をね、パクろうとしてなんかこいつと思ったんだけど、まあほっといたわけ。そしたら、昨日のなんか、いつだかわかんない。私はほとんどその外線中ね、全然携帯とか見る時間ないから、なんかの時ね、私はね、隣に乗ってウグイス嬢の方がね、こんなの今広がってますよ、つって見せてくれたわけ。そしたら、その緑のね、都民ファーストの、なんとかちょ、さっきメモったら、都民ファーストの小島っていうね、都議ですかね、小島っていう都議と、内山っていうね、都議がね、その動画、私の動画をね、上げて、飯山あかりが乙武の選挙活動の妨害をしてるっていうわけ。書いてる、そのツイッターに、X に上げてるわけ。で、私はぁと思って。はぁ あんたやん、妨害したのと。っていうか、あんた今映像を出してるけどね、それ映像で、ね、街頭のね、なんか、演説をかぶせてきたとか言って、いや、わしマイク持っとらんで。ただペコペコ挨拶してね、シャトルランであちこち回って、挨拶しただけおはようございますって。何言ってんだよ。ていうか、私がね、挨拶してるところ、でっかいおっさんが立ちふさがって、あるいは女がね、手振って、前にね、やってきて、妨害したの、あんたらでしょうが、と。では、皆さんね、これね、で、それをね、X で一生懸命広めてるわけ。こいつら妨害だっつって。つまりこれ分かります。ネガキャンなんですよ。皆さん。音だけ陣営。私に対するネガティブキャンペーン。飯山あかりは悪いやつだ。これを、ね、広めようとして。頑張って広めて。まあ、どれだけね、うまくいってんだから私ね、私の動画なんか撮る暇ないですから。あっちみたいにね、たくさん人がおって。動画のんびり撮ってね。そんな暇ないですよ。向こう何十人で、こっちはごく数名ですよ。私一人で挨拶して待ってるだけだからね。動画なんて撮る暇ないですよ。だから私ね、その動画をね、見てね、こう書いたわけ。飯山あかりがね、雨の中、元気に挨拶してる様子をね、わざわざ撮って、広めてくれて、ありがとうございます、と言ったんですよ。皆さんわかります?かようにね、飯山あかりはね、妨害されてるんですよ。そのね、他陣営からのネガティブキャンペーン、ネガキャン、そしてメディアからのいじめ。さらにね、他陣営はね、私に対するね、なんちゅうかね、このね、飯山あかりをハブにする。飯山あかりを枠から押し出すと。飯山あかり外し。こういうこともやってんの。例えば昨日はね、私、門前仲町で、夕方ね、門前仲町で凱旋しようと思ったら、こう言われたわけ。門前仲町は、すでにね、その赤札堂前と交差点、すでに、我々で、もう順番が決まっていますというふうに言われた。それ誰かというと、それはね、須藤元気、あと、なんだっけ、維新、金沢、
あと参政党。だから維新と参政と、須藤。この3人でね、もう時間がね、もう決まってるからね、お前たち入る余地がないってわけ。わかります？これ。だからね、その既存勢力が私みたいな新参者をハブにしてるわけ。これよくあるでしょ？小学校とかね、新入生とかをハブにするとかね。あるじゃないですか。新しく来たやつ。めねんけねけめに入れてやんないもんね。もうグループできちゃったから、もうお前なんか入る余裕ないもんね。じゃチキーシーシーって。それですよ。新参者一部。これにもあってるわけ、我々。とか、お前たちね、もう門前仲町はお前に使わせないっちゅうわけ。とか思うんだ。なんだよ、その単語と。なんなん、それと。で、お前らも使っちゃいけないっていうわけ。維新ですよ。維新とね、参政党と、須藤元気。お前らには門前仲町を使わせないっちゅうわけ。だから我々昨日、富岡八幡宮まで行ったんですよ。だってもう使っちゃいけないもんねって、その三次が言ってるからね。はぁーと。誰のもんなが誰のもんやねんと。これですよ。だその維新がね、前からね、私のところに、維新のね、あれ、なんちゅう議員だったっけな。なんとかっちゅうね、議員が私のところに、これ区議ですよ、維新の区議がね、私のところに。この選挙戦ね、まあ、最初の方に私のところにやってきて、お前らのね、その街頭のね、スケジュール、こっちに出せというわけですよ。調整するからと。そういうふうに凄んできて、あとそれから我々の事務所の前で嫌がらせみたいな外信したの。これが一心ですよ。まあ、そんな感じですよ。とにかくね、他陣営とか、あとメディアね、メディアもね、まあこれ前も言いましたけども、読売新聞はね、私はね、私のことはね、全く言及しないわけ。もうとにかく家も明るい、箸にも棒にもかからないと。9人候補いるけれども、まあ、ドベだと。ドベだと。B か B か2番目かそれぐらいだと。これが読売新聞ですよ。とにかくね、飯山あかりのことはね、鬱陶しいと。あいつ外してやれと。ハブにしてやれと。既存のメディア、マスメディア、みんなそうですよ。あと既存政党連中ですよ。既存勢力連中ですよ。これがね、ひたすら飯山あかりに対するね、ネガキャン、いじめ、飯山あかり外し。これはね、すごい勢いでやってる。どういうことなのかってことなんですね。皆さん。だから繰り返し言います。こういうね、既存政党のね、この談合をしてね、新参者をね、どうにかね、隅に追いやろうと、弾き飛ばしてやろうとするね、こういう連中ですよ。こういうね、既存勢力の連中、その中には、もちろん都民ファーストも含まれてますよ。須藤元気って、あの人、須藤元気は国会に送り出してくださいとか言ってますけど、いやいや、あんた国会にいたやんと。参議院議員だったじゃんと。国会に送り出して、あんた国会に行っててね、衆議院にくら替えするために勝手に戻ってきたんでしょうと。何が国会に送り出す。何やったんですか、参議院時代にって話ですよ。須藤元気もそうでしょ。維新もそうですよ。嫌がらせ、散々嫌がらせですよ。都民ファーストも散々嫌がらせ、国民民主も散々嫌がらせですよ。で、立憲民主党でしょ。共産党と手組んでるね。共産主義者と手組んじゃっていいんですかの、立憲民主党でしょ。まあ、こんなで、あとメディアでしょ。既存メディアね。マスメディア。飯山あかり外し。皆さん。だからね、今回はね、江東区のね、東京中国。これ補選はね、これはね、私ね、今までね、保守対リベラルの戦いだと言ってまいりました。それが主軸です。確かに。保守対リベラル。保守対保守じゃない人。保守対保守偽装の人。私一人が保守だと。こう申し上げていました。これ一つです。しかしもう一つは、既存メディアとの戦いなんですよ。既存メディア。既存メディア。既存のメディアですね。テレビとか、新聞とか、そういう大手メディア。これまで日本国民の情報を操作してきた既存メディア。テレビとか新聞。こういったものとネット。これの対決なんですよ。はっきり言って。ネットっていうのはね、既存メディアがね、コントロールできないわけ。だからね、読売新聞なんかネットが大っ嫌いでしょ。しょっちゅう一面でネットの悪口書いてるんですよ。ネットにはフェイクニュースがはびこってるって。いやいや、フェイクニュース誰が作っとんねん。あんたやんけって話ですよ。皆さん、それ証明してみせようじゃないですか。皆さん、保守ですか？それともリベラルですか？偽保守ですか？保守だと。
俺は日本が好きだと、俺は愛国者だと、日本人でよかったという人は飯山あかりしかいません。皆さん、既存のマスメディア、テレビ、新聞の報道と、インターネットに上がる、また風船出てる、インターネットに上がってくる生の情報、どっち信用しますか？マスメディアですか？インターネットですか？インターネットの民の声ですか？もしインターネットの民の声、これこそが本当の民主主義だと思う方、飯山あかりですよ。わかりますか、皆さん。ですから、これはね、我々みんなの戦いなんですよ。この飯山あかりをいじめてくる、あの連中、既存政党、マスメディア、そういった連中と、我々のような、本当の一般人、一切権力なし、政党もなしと、メディアもなしと、そういうね、本当の平野、土辺の一般国民、これの戦いなんですよ。権力者対一般国民。皆さん、権力者に勝たせていいんでしょうか。一般国民の我々の力を結集して、あいつらの今力を持っている、そして国民の知る権利を妨害して、情報をコントロールしている、ああいうマスメディアの連中、ああいうやつらにですよ。もうね、日本を、ね、支配させたままじゃね、いけないと、そう思いませんか。そう思ったら、飯山あかりのために、皆さん、どっかから一票持ってきてください。とにかく江東区の知り合いを探すんです。子供の友達とか、子供の同僚とか、同僚の知り合いとか、昔の同級生とか、昔の同級生の夫とか、友達の奥さんとか、友達の奥さんのお母さんとか、なんか探せば必ずいます、皆さん。どうにかすれば江東区。江東区にはね、有権者ね、48万人ぐらいいるんですよ。7万人かな？いっぱいいると。皆さんが、今このライブ見てる人、24,474人って書いてあります。24,474人が、これがですよ。とにかく一人、江東区民を見つけて、とにかく押すんですよ。飯山あかりは面白いと。あいつはやる女だと。そういうふうに押して、まだちょっと上がりました。24,490人。この24,490人がですよ。とにかく飯山あかりは面白いと。あなたはね、今回ね、飯山あかりにかけてみないかと。そうすればね、これはね、大穴ですよ、皆さん。大穴っていうのは、当たればでかいんですよ。そうじゃないですか。大穴っていうのは当てれば万馬券ですよ。皆さんね、万馬券をね、ゲットするチャンスがね、今あるんですよ。ですからね、24,500人を超えましたよ。ですから、皆さん。今ね、ここね、何票ゲットしたっていうふうにね、言ってみますというね、声をかけてみますというね、おっしゃってる方。あなたたちこそ本当の日本国民です。日本人として、ここでね、ああいうね、既存メディアとかね、既存政党、都民ファースト、負けていいわけないじゃないですか。立憲共産党、日本がですよ、日本で、保守が共産主義者に負けていいはずがないですよ。そんな日本にしていいわけないと思いませんか、皆さん。ですから、ぜひ、どんどん頼みますよ。そうです。皆さん、負けないで。声はかけていきましょう。ここでね、私がもし負けたら、これ皆さんの敗北ですから。もし私が勝ったら皆さんの勝利です。これね、主役はね、私じゃないんですよ。他のね、候補者みんな、私がって言ってますけど、違いますよ。私の戦い、これでみんなの戦いですから。私と皆さんで、この選挙戦わなきゃいけないと。私をじゃないんですよ。私をとかじゃない。こんなんどうでもいい。私なんかどうでもいいと。私は皆さんの、ただの、皆さんの中の単なる一人ですよ。皆さんの中のよく喋る一人。皆さんの中の、まあまあ戦闘能力が高くて、まあまあシャトルランぐらいならできますよという、ただの一人ですよ。25,000人超えました、皆さん。25,000人。ぜひ、1,2,3と、どんどこ、江東区、住民を見つけて、声をかけてください。はい。一緒に頑張りましょう。はい。ここでね、既存性でも緑のタヌキとかね、維新とかね、負けていいわけない、共産主義者、立憲共産党、保守が立憲共産党に負けていいわけないですよね、皆さん。頑張りましょう。ということで、私、もうこれ行かなきゃ怒られる。じゃあ行くんで、皆さん、フィードバックお願いします。またねー。